毛の生えるタイミングや秋毛ですね、陰毛など生えるタイミングを見て考えると少し分かりやすいかもしれません。早熟の目安、晩熟の目安、ね、発表していきたいと思います。あります。ただし一般的ではないという表現ですね。一般的には早く思春期症状が出た人は早く成長が完成していくわけになりますので一般的ではないです。ただし理論上はありえます。具体的にどういうこと、男性ホルモンが少し出始めた時期なんだけども、そこからですね全然男性ホルモンが出てこないでちょっとしか出なかったりすると思春期症状が長くなります。まずはですね最初のポイント、16歳0ヶ月から最終身長まで約 2.0 センチ程度身長だと思います。例えばなんですけど1年分晩熟であるというふうに仮定すればですけども、15歳0ヶ月から最終身長まで3センチ伸びるわけですから、1年晩熟であれば3センチ最終身長まで伸びるでしょうという表現になりますし、2年分他の人に晩熟であれば8センチ身長伸びるような形になりますので、何年分晩熟か何ヶ月分晩熟かによって答えが変わってくると思うんですけど、いかがでしょうか。超簡単な、ね、言い方をすると、ヒゲの生えるタイミングや秋毛ですね、陰毛など生えるタイミングを見て考えると少し分かりやすいかもしれません。厳密にはですね採血やレントゲンをしていただくとよく分かると思います。成長期ってのはですね、思春期が始まると世間的には成長期という表現になりますので、そこのことを指しているので、それが何歳ぐらい変わってくるかちょっとここ一緒に勉強していきましょう。複数共有できないんですけども、とある医療センターの記事をですね少しお話しさせていただきたいんです。まず女の子の方なんですけども、だいたい10歳半ぐらいでお胸が膨らんできて身長伸びのピーク、それがだいたい11歳後やってきて半減期的に身長伸びが落ちてくるっていうような表現になりますので、そういった意味でですね10歳からですね、まあ思春期が始まってくる、まあもうちょっと厳しく見積もると9歳頃から始まってくるという表現になってくると思います。男性の頃ですと11歳半ぐらいですね、精巣容量そちらの方が4ミリットに達成すると思春期が始まるというふうに表現します。ただし実際ですね4ミリットでのね精巣って言われてもねなかなかイメージ湧かないと思うので、芋が入るぐらいの時期をですね、まあ、一つの目安としてすることも多いですけども、大体それが11歳とか11歳半ぐらいというのはこちらのデータになってきます。ただし私の方で実際にいろいろとこう見させていただいたりとか、それこそ YouTube でアンケートを取ったりするともう少し芋が入る時期というのは遅いようにも思います。で身長伸びはですね大体13歳頃というふうに言われていて、そこからです、ね、身長伸びのピークが落ちてくるような形になりますので、こちらが狭い一通りの答えになるかと思いますけど、参考になりましたでしょうか。あとねこれ最後のところで、第二成長期は人それぞれってことですかねってことなんですけど、人それぞれで間違いあります。なので早熟っていう表現や晩熟っていう表現はね私はよく使っています。大体の目安なんですけども、超晩熟超早熟が2年分、早熟晩熟ぐらいは1年分ぐらいのですね差があるようなイメージでいただくといいんじゃないでしょうか。遺伝する可能性は幾分かあると思いますので、ご理解いただければと思います。あと、情報修正できるかってことなんですけど、自費診療という形であれば、可能は可能になると思います。ただし、それをね、やるべきなのか、よくお話してから検討するようにと思います。食事をたくさん食べたせいで新規早く来るってことないと思うので、肥満になる可能性があるので、体重管理をして太りにくくて栄養素の高いもので摂取するというのは大事になってきます。やっぱりね、子供が早熟の場合はできるだけね今のうちに伸ばしてあげるようにしてください。ただまあできるだけ正確に、まあ、今どれくらい早熟なのかっていうのを判定して最終的に何センチくらいになるのかをよく検討するのも大事なポイントになってくると思います。基本的にはもちろんね決まっているっていう表現でいいかなと思います。全てのことがほとんどそういう風に表現できると思うんですけど、先天的に持っているものと後天的に持っているもので、早熟もある程度先天的な部分と後天的な部分があると思います。ただし先天的な部分の方がウェイトとしては大きいでしょうと。それに対してまあ後天的な部分、まあ具体的に言うと肥満だったりだとか少し関係あるかなという風に言われるのが通説という表現でいいと思います。初潮は12歳3ヶ月ということになりますので、初潮だけで早熟傾向が強いのか晩熟傾向が強いのかというのですね、判断するのは比較的難しいんですけれども、一つの基準値を発表させていただくと、初潮がですね11歳0ヶ月未満だと相当早熟傾向、逆に14歳0ヶ月以上で初潮を迎えるとかなり晩熟傾向というような表現になってくるかなというふうに私の方で考えているんですけど、そういった意味だと12歳3ヶ月で初潮というのは極めてね平均的というような表現だと思います。思春期症状は確かにいろいろあるわけですね。例えば男性であれば陰毛、脇毛、ヒゲもですね、いろんな部位があって、例えばヒゲとかはですね18歳以降も私自身もそうでしたけども、ずっと濃くなり続けましたので、まあ、そういった意味だとある程度出た時点で身長としては止まってるっていう表現がねおそらく正しいのではないかなというふうに思うんですけど、ただね出た瞬間に身長止まるとかそういった心配はないと思います。
これはですね、どういった意味なんでしょうか。いろんな解釈ができると思います。まずはですね、投薬はお薬を投与するってことですけども、まあ病気でない以上ですね、何歳から投薬しなくちゃいけないなんていうことはないです。ですので、まあそこら辺ですね、いろんな状況を加味しながら検討していくっていうところになると思います。まずはね、受診いただいてこういったので検討するといいんじゃないでしょうか。これの情報だけだとね、早熟かどうかを判断することは非常に難しいです。ただし、12歳であれば平均的って表現になってくるんじゃないでしょうか。11歳未満だともうかなり早いって表現になりますし、14歳以降だとかなり遅いって表現になりますので、現状としてはまあ何とも言えない。結論から言うと、見てはいけません。なんでかというと、この表はそういった人も含めて作成された表になりますので、そういった意味だと、まずはやっぱりご自身の年齢から算出される平均的な身長伸びが一番大きな基準になります。ただし、そういった方向に向かっている、いわゆるですね、2年分盤熟だったとして算出されるですね、補正予測というものに対して、そちらの方向に向かっていく、つまりですけども、平均よりも伸び率が高くなることを予測するということは正しいと思います。そういったデータを参考に見ていくというところが正しいと思います。これはね、まあ、一理あり得ると思います。あまりすごく科学的なことではないんだけれども、明らかに男性ホルモンのボリュームが多い子と少ない子がいるっていうのは事実になりますので、まあ、非常にですね、少ないタイプで思春期が始まって、その後もずっと少ないタイプであれば、こういったですね、可能性はあり得ると思います。イメージで言うとですね、思春期始まるんだけども、すね毛とか、非常に毛が薄いというか、そういったようなタイプの子はあり得るかもしれないですね。俺に 100% 晩熟、こういったのを晩熟と言うんです。17歳で4歳児伸びたら 100% 晩熟です。思春期症状というふうに答えるのは、ね、適切でしょう。早熟であれば平均の、ね、マイナス5センチとか、晩熟であれば平均のプラス5センチとか、そういったような表現がね、パッと思いつくような表現だと思います。これはもう言い切っていいと思いますね。これはなかなか難しいんですよね。コントロールするのは難しい、だからそこら辺がね、まあ、どうしてもね、課題にはなってくるんだけども、肥満や夜更かしっていうのは早熟をね、促すなんて言われてるので、そこら辺ね、皆さんもご注意いただいてもいいんじゃないでしょうか。まあ、ないでしょうという意味は正しいでしょう。ただしですね、まあ、皆さんの期待値よりももしかしたら、ね、低いってことはあり得るかもしれません。脇毛のですね、超早熟の目安っていうのは13歳0ヶ月未満で脇がね、ビュンビュン生えてくる頃はいわゆる早熟傾向が強いという表現になりますし、16歳0ヶ月以上でもですね、まだ脇が生えていない子はですね、まあかなり晩熟でしょうという表現になりますので、そういった意味で15歳9ヶ月は比較的晩熟というふうに推定されます。ただし脇毛に限らず、毛の評価って結構ねブレますので、まあ、そこはかなり難しいところになってくると思います。ヒゲさんは鼻下のヒゲと顎下のヒゲがあります。で、鼻下のヒゲが13歳未満とかで生えてくることは、いわゆる早熟っていうようなタイプになってきて、16歳以上とかで生えてくると、いわゆる超晩熟みたいな表現になってきますので、超晩熟の表現ですと、骨端線が閉じるのが17歳程度っていうようなね、表現になってくるかなと思うので、顎下のヒゲが17歳0ヶ月以降で生えてくるのは超晩熟の一つの目安ですので、顎のヒゲが生え始めたぐらいが骨端線がですね、まあ閉じ始めるっていうような表現ができるかもしれません。ただこれはね、本当に注意しなくちゃいけないのは、ヒゲはですね、最後までなかなか生えない子も結構多いので、それだけでね、判断するのはまあ不適切だと思います。レントゲンを取ってしっかり確認しましょう。あるのは関係あるというふうに思います。まで今日も、ね、早熟の目安、晩熟の目安を発表していきたいと思います。男子の場合ですと、陰毛が11歳、脇毛が13歳、鼻下のヒゲが13歳、帽子下のヒゲも、ね、14歳とかで生えていくとかなり早熟傾向。一方で晩熟タイプですね、陰毛が14歳、脇毛とか鼻下のヒゲですね、こういったところは16歳以上、顎下のヒゲ17歳以上で生えていくとかなり晩熟傾向という表現ができるかなというふうに思いますので、この方ですと高2に入ってから脇毛が生えてきたということで、仮になんですけど、まあ、17歳だというふうにして考えると、比較的この方は晩熟傾向にあるように推定されると思われます。どちらかというと初めのところをですね、指しているというふうにご理解ください。ただし思春期症状っていうのは大体判定が難しいです。もうそれはそういうものなので、そこは神経質になりすぎなくていいです。なので、まあ、ざっくりと大体それぐらいっていうのはね、認識で十分だと私は考えています。それだけで判断することではないかなと思うんですけど、終盤に来てることは間違いないでしょう。